バルキリー対決。こんにちは、スタルケルです。皆さんこちらのセイバーバルキリー購入しましたでしょうか？で、前回レビュー動画ね投稿したんですけど、このレビュー動画でなんとこちらラシャドカラーのレアカラーセイバーバルキリーが当たってしまったということで、今回はこっちの赤いねセイバーバルキリーをちょっと見ていきたいと思います。それではちょっとパーツ分けていきましょう。ということで、この通常カラーのバルキリーとレアカラーのバルキリーのこのパーツ分けてみたので、それぞれ比較して見ていきましょう。まずは DB コアがこういう感じになっております。こっちのラシャドバルキリーの方はこの赤いほっぺのマークがなくなってますね。うん、ラシャドがねそういうマークがないのできっとそうなってるんでしょう。うん、で、まあ、この上の V の塗装は一応されてるんですけども、こう元が赤なので目立たなくなってますね。うん、でこの金色がすごい映えてます。でこの周りのこのバルキリーだと金だった部分がシルバーに変更されてますね。うん、そして次アーマー、アーマーのこのセブンなんですけど、シールは普通のバルキリーと全く同じものだったので、これは赤になるとかじゃなくてラシャドバルキリーも青でした。うん、そして次こちらブレードですね。このブレードのラバーの色、元のバルキリー赤だったんですけど、ラシャドはこの透明クリアのラバーになってるっていうのが、うん、面白いですよね。でこのゴールドの部分はシルバーになっております。基本赤と白ですね、ラシャドバルキリーは。そしてなんと今回はこのドライバーの色も違うっていう、今までのレアカラーだとドライバーの色は元の通常カラーと同じだったんですけど、このドライバーまで赤にしてくるっていうのはもうめちゃくちゃ嬉しいですね。うん、やっぱり今までのレアカラーと違うっていうのはこの使用者が変わるっていう、バルトのベイじゃなくて今回ラシャドのベイになってるっていうのがね、大きいですよね。なのでやっぱりこのレアカラー欲しくなりますよね。ラシャドカラーはかっこいいし。それでは重さも測っていきたいと思います。まあ同じだとは思うんですけど、一応測っていきます。まずは通常バルキリーの DB コアが 7.71g で、ラシャドバルキリーが 7.78 ですね。そして次、はい、このブレードが11.14 で、ラシャドのブレードが 11.33。 ラシャドの方が若干重いですね。でアーマーのセブン 13.19 に対して 13.21 で、最後ショットドライバーが 42.27g で、ラシャドが42.77g。 それではこの全て組み上げた状態での合計の重さも測っていきたいと思います。まずは通常カラーのセイバーバルキリーが 74.31g で、ラシャドバルキリーが 75.10。 なんか若干重いですね。まあ個体差だとは思うんですけど、もしかしたらラシャドバルキリー重くなってるのかもしれないです。ということでね、このラシャドバルキリー、ちょっとね、この使うのもったいないんですけど、せっかく当たったのでバトルやっていきたいと思います。それではこのセイバーバルキリーショットセブンでバトルやっていくんですけど、前回の動画で全部ローモードでバトルしたので、今回はハイモードでね全部バトルやっていきたいと思います。で、ちなみに入っていたシューターは青バージョンですね。元のバルトのカラーと同じものでした。それではやっていきましょう。それでは一番最初はブレイブバルキリーエボリューションダッシュ 2A とバトルやっていきたいと思います。待て、うわ強っ、うわ、やっぱスパーキングベイ今でも全然通用するぐらい強いですね。それでは次はサイクロンラグナルクギガネバー6のハイモードでバトルやっていきたいと思います。さてどうなるのか。おーっと飛んだ、うわー、
ラグナルクバーストさせましたね。いや、ハイモード強いのかもしれないこれ。それでは次、バニッシュファブニルテーパードキック3、左回転とバトルやっていきたいと思います。ジャンピングアタック決めましたね。それでは次はロアバハムートギガモーメント10ですね。これも左回転のベイとなっております。それではやっていきましょう。わっと、どうだよ、うわ飛んだ、こっから、バハムートのカウンター強すぎる。それではラスト、ダイナマイトベリアルネクサスベンチャー2のセカンドギア、これもハイモードですね。バトルやっていきましょう。うわー、やった なんと両者バーストフィニッシュですね。いや、これ攻撃力がすごすぎるな。それではこれが本当のラストにしたいと思います。バルキリー対決ですね。で、こっちの通常カラーバルトのバルキリーの方がローモードでバトルをやっていきます。そしてこっちのレアカラーラシャドのバルキリーはハイモードってことで、このハイモード対ローモードの対決をやっていきたいと思います。さて、おわっと飛んだ、どうなる、バルキリー対決、さてどっちが勝つ。おわっ、マジでさすがバルトのバルキリー勝ちましたね。アニメと一緒ですね、これは強い。ということで今回のセイバーバルキリーのレアカラーラシャドバルキリーいかがだったでしょうか。いや、今回全部赤になってるっていうのと、あとラシャドが使うっていうベイがこのレアカラーとして出てるっていうのがもう自分的には一番意味があるんじゃないかなと思います。で、なんかツイッター見た感じ結構当たってる方がいつもより多い気がしますね、レアカラーの。うん、でもしかしたらもうこの確率が上がってる可能性もなきにしもあらずなのかなと思います。まあ、ということでこのラシャドカラーね、あの当たった方もしいたらコメント欄で当たったよって教えてください。はい、ということで今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、ツイッターのフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。